スペシャル対決第2試合はサタン対マンディブラリス。ライト級ながら体は大きいマンディ、サタンとどっちが強いか。さあお互い闘志満々向かっていきます。あと組み合いました。しかし体重はあまり変わらないんですが、はい、サタンの方が大きく見えますね。そうですね、おっとマンディ強い、この足で踏ん張ってるわけですね。さあ持ち上げようとしているぞ。体勢はマンディ有利か。力ありますね。そうですね、持ち上がらないので押しているような感じですね。そうですね。さあその顎で顔面攻撃に出ているように見えますが、両サイドにがっちり食い込んでいますね。そうですね、はい。さあ改めてその顎を下の方から差し込んで、おっと、今度は下の方からサタン、おー持ち合った。しかし3秒には至りませんでした ね。 そうですね。いやーだけどこれはなかなか見応えのあるいい試合だ。さあ下からサタンが押し返していくぞ。さあリングの中央に戻ったという感じですかね。さあお互いに横を向いて、あら、あれ、ちょっと待って、お互いに戦意喪失か。引き分けだったから残念です。さあそれではもう一度見てみましょう。この辺りまでは非常にいい勝負だったですよ ね。 そうですね、見応えのある、お互いにやる気満々でしたね。はい、力が入りますね。なんか見ていても自分の手足に力がこうガッと入るのが分かりますけれどもね。そしてこのマンディがサタンを持ち上げるんですよね。これにはびっくりしました。マンディは上げるのが得意技なんですよね。はい、そして引き分けと。